今日のテーマはですね、ウグイス嬢の本当の見せ場ということでちょっとカンペしちゃいましたけれども、はい、ウグイス嬢といえば車上運動員として、はい、その車の上からですね、まあ、あの候補者をよろしくお願いしますということだけが仕事なんじゃないかなと思うんですけども、いやいや、たくさんあるんですよ、いろんなことが。あ、なるほど、はい、本当の見せ場っていうふうな部分なんですけども、その車上運動員以外に重要な見せ場ってあるんですか？あるんですよ。あの一番大切なのが出陣式ですね。あ、出陣式。はい、出陣式っていうのはつまりどういうものなんでしょうか？まあ、候補者がその地域で生活をしておられたり、新人候補の場合であれば、はい、で、まあ、現職の候補者様でいらっしゃると、それまでの集大成をご披露するような場ですよね。なるほどですね、わかりました。それはじゃあ選挙の、始まった時に行われるものですか？そうですね、はい、じゃあ、 まあ立候補届が届いて、はい、いざこうやるぞと、こういう実際に選挙運動に移行するぞと、はい、いう告示日の朝にこの出陣式というのを取り行うということなんですかね。そうなんです、うん、それが重要っていうのは分かるんですけども、それがウグイス嬢の本当の見せ場っていうところがなんかちょっとピンとこないです、うん、だって他に有権者がいない身内だけの集まりじゃないですか、はい、そうですね、ほとんどのその候補者を支援されている方の核となる方が、うん、皆さん集結していらっしゃる、とても大切な場なんですね。なるほど、じゃあ非常に濃い支持者の方が集まっているという。そうですね、また近隣から応援の議員の先生方もお見えのことも多々ありますので、はい、非常に大事ですね、うんうんうん、なるほど。でこれが見せ場という部分で、ウグイス嬢さんは何をするんですか？ウグイス嬢は司会をするんです。あ、なるほど、はい、つまりということは、このウグイス嬢の出陣式の司会というものがとても大事っていうことなんですかね。そうですね。ああ、なるほどなるほど。そのまあ正直言うと、その出陣式が大事っていうのは分かるんですけども、司会っていう役割だけで、その全体がなんかこうなんか変わったりするもんなんですかね。全然違いますね。なるほど、そこがじゃあノウハウというか。そうですね、うんうん、盛り上げ上手な方が司会をされると全体のムードが一気に上がりますので、うんうんうん、例えばあとお一人もう一人候補者のことを広めてほしいということをお伝えしてもですね、盛り下がっている出陣式では、やっておこうかなぐらいの話なんですが、とても出陣式から盛り上がると、分かった任せてみたいな空気になりますよね。やっぱりね、やっぱりまあ選挙初日も大事ですから、はい、そういったところでこの出陣式でいかにこう盛り上げていくかっていうふうなことで、うん、ウグイス嬢さんの司会というものが、はい、もうその車上運動員にも変えられないぐらい重要な役割ということなんですかね。そうですね、その場で、選挙活動のムードが決まってしまうぐらい大事ですね、うん、そうなんですか。はい、ウグイス様の350ぐらい選挙の現場に立たれたり、はい、出られたりと関わっていると思うんですけども、はい、それは実体験なんですか？そうですね、盛り下がるやっぱり出陣式をしてしまうと、人数には関係がないんですね、盛り上がる盛り下がるというのは。なるほど、はい、いかに集まっていただいているお一人お一人を大切に扱うか、うんうん、でその来てくださったことに感謝の思いを込めて、プラスその候補のために、頑張ってよかったなと思っていただくためになりますね。なるほどですね、はい、結果となると、じゃあみんなで応援しようっていうムードができるっていうことなんですかね。そうですね、なるほど。ちょっとこの動画だけだと、それは具体的にじゃあどうやってやるんですかっていうのはなかなか伺えないとは思うんですけれども、ちょっと一口には言えないんですね。なるほどですね、はい、わかりました、はい、なるほど。じゃあやっぱこの出陣式という部分で、もうウグイス嬢さんとしてはそこも一つの見せ場っていう風な形なんですかね。そうですね、とても大切な見せ場であります。わかりました、はい、この出陣式っていうのは、今回はあれなんですけども、ちょっと細かくですね、どんどん掘り下げて聞いていきたいなと思いますので、はい、ぜひカリスマウグイス嬢のですね、カリスマたるノウハウを教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はいはい、では本日は以上という形で、実はですね、この出陣式が大事というのはですね、なかなか気づけないなと思うんですけれども、ちょっとまた聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では、ありがとうございました。